エラリー・クイーン、エラリー・クイーン、エラリー・クイーンは、アメリカの推理作家である。フレデリック・ダネー、フレデリック・ダネー、1905年10月20日から1982年9月3日、とマンフレット・ベニントン、リー、マンフレット・ベニントン・リー、1905年1月11日から1971年4月3日、が、探偵小説を書くために用いた筆名の一つ。ダネートリーは、 重慶帝同士であり、ユダヤ系移民の子である。上記の彼らの個人名もそれぞれペンネームであり。ダネーの本名は、ダニエル・ネイさん、ダニエル・ネイさん、リーの本名は、マンフォード、エマニュエル・レポフスキー、マンファーディム・ニュル・レポフスキー。小説シリーズでは、エラリー・クイーンは、著者の名前だけでなく物語の名探偵の名前でも、ある。なお共作の手法は、まず、 プロットとトリックをダネーが考案し、それをリーに公害などの形で伝え、二人で議論を重ねた後リーが執筆した。二人がこの創作方法を取るようになったのは、プロットを思いつく能力は、天才的ながら、文章を書くのが苦手なダネーと、文章はうまいがプロットが作れない。リーの二人の弱点を補完するためであった。アガサクリスティには一歩を譲るものの、日本では、 第二次世界大戦前から、一般読者からマニアまで広く支持を集め、この名を第一に挙げたり、影響を公言したりする作家が数名存在する。ローマ帽子の謎から、スペイン岬の謎までの、いわゆる国名シリーズは、SS バンダインの影響が見られるものの、読者への挑戦状など、独自の工夫もあり、手がかりの解釈に、緻密さと、大胆さを両立させ得た作風は、 本格探偵小説として評価が高い。同時に、バーナビー・ロス名義で、老舎の探偵ドルリー・レーンが活躍する四部作も発表している。第二作、Y の悲劇は、とりわけ、日本で評価が高く、バンダインのグリーンや殺人事件の影を受けつつも、さらに意外な犯人で、推理小説の歴史に残る傑作とされる、第一期。 中途の家からドラゴンの浜での5作品はクイーンがハリウッドで脚本の仕事を始めたり女性誌に作品を発表したりしたことから恋愛小説的要素が増えた第2期ライズビルという架空の地方都市を舞台にした最悪の街から人間の心理面に重きが置かれるようになりキュービの猫では悲劇的な真相に気づいて涙を見せるなど 超人的な名探偵であったエラリーが、間違いをおかしく脳することもある人間として描かれる。そして、中年となったエラリーが30年前、ローマ防止の謎直後に扱った事件の真相に気づく、集大成的な作品、最後の一撃でこの時期は終わる、第3期。この、間違いをおかしく脳することもある人間としての、探偵については、後期クイーン的問題として、 しばしば議論の対象となる。1960年代以降の作品のいくつかは、監修は行っていたと考えられるものの、執筆は他の作家によることが知られている。代表的なものには、シオドアスター・ジョンによる、版面の敵、エイブラム・デイビット・スンの手になる、第8の日、三角形の、大詩篇などがある、第4期。これらは、クイーンの本来の共作スタイルとして、 ダネーがプロット担当、リーが執筆担当だったものが、リーの衰えにより、ダネーのプロットの作品化を他作家に委ねたものである。同時期にペーパーバックオリジナルで刊行された、クイーン名義のミステリーとロス名義の歴史小説は、他の作家の作品にリーが手を入れたものである。200万ドルの死者が、早川書防から、 青の殺人など数作が原書房から翻訳され出版されている。遡って1940年代にも他者の手になるノベライゼーション、エラリー・クイーンの事件簿、大富豪殺人事件他数点をまとめた中編集やエラリー・クイーン・ジュニア名義の自動ものがある。初期から晩年までダイイングメッセージに固執し続けたが、この点については続き道を多評価しない論者もいる。 実作以外には、1933年に、創刊された、雑誌、ミステリーリーグの編集に、参加、二人で参加。ただし雑誌は4号で廃刊となった。その後、1941年に推理小説専門誌、エラリー・クイーンズ・ミステリー・マガジン、エラリー・クイーン、エス・ミステリー・マガジン、イークムを創刊、ダネー単独して、新人作家の育成を行った。また、 アンソロジーの編纂により過去の作家の佳作を発掘したりするなどの活動をネー単独も広く言った。エラリー・クイーンはアメリカの探偵小説であるエルリックイーン・イズ・ザ・アメリカン・デテクティブ・ストーリーという表もある。1961年に MWA 賞巨匠賞,賞を受賞している。さらに1950年にイークムにも MWA 賞特別賞が贈られている。 日本では Y の悲劇が1978年に清水国を脚本、石坂浩二主演で連続 TV ドラマ化されている。最悪の街も配達されない3通の手紙として野村義太郎監督により1979年に映画化された。エラリー・クイーンがレーン最後の事件で表明しているところでは最後に意外な犯人の新しいパターンを成立させるために 新しいペンネームと新しい探偵を創造した先行する3作が4作のトリックを際立たせる仕組みということになるトリック用ペンネームとでも言うべきクイーンのハキマン満々の時代の念の入った仕事であるなおクイーン名義のローマ帽子の謎中にバーナビーロス殺人事件なる国を挿入し読者にヒントを与えていたのだと主張しているかつて クイーンとロスの二人がそれぞれ覆面をかぶって公開討論したことがある。二人合同でペンネームを二つ持つという事実が秘密だったから可能になった二人に役である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。